皆さん、こんばんは。さっきぶりです。さっきぶりです。はい、マリアのこと野田マリアです。そして、はい、ちーちゃんこと近野千里です。よろしくお願いします。お願いします。はい、カードキャプチャー松村ぶりですね。本当ですね。いや、すごかったね。うん、すごかった。楽しかった。でも、うん、毎週これがあるってことですもんね。そうだね。今後。うんうんうん、みんなにもプレゼントそうだよされるからね、ぜひ、うん、参加していただけると参加してください。とっても嬉しいです、うん、またね、来週からなんか験担ぎとかねしたいよね。やりたい、ぜひね。また猫になるんかな。いやでも猫ちーちゃんはマジで本当にすごかったからね。 いける、うん、私が頑張って、あ、猫か、猫になって。そうだよ。だって春子ちゃん映ってたの、ね、3秒くらいなのに本編で、ね、そこを当てたわけだから、すごいすごい。やっぱりね、みんなにねお渡しするんだったらね、うん、せっかくならね、うん、すごいとこ引きたいですよね。うん、またねちょっとね、はい、やっていきたいと思います。はいはい、うんうんうん。あ、こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます、こんばんは。応援はしんどそう。なっちゃったね、あの時はね。応援ね、ちょっとね、しんどかったね。うん、全力でやらせていただきました、うん、そして、ウェブ生徒総会もお疲れ様でした、うん、お疲れ様でございました。ありがとうございます。うん、どうだった、ちーちゃん。いや、たいちゃんの、うん、ねえ、こう、たいちゃんをピックアップしていただけたことをすごく嬉しかったし、うん、お、うん、なんかたいちゃんも、はるこちゃんも、うん、もう、なんだろう、またね、ゲームとかでね、うんうん、声を当てられるかもしれないっていう話をね、現地は取ったからね。そう、現地取りましたから。期待しつつ、そうだね、ちょっと思いを、うん、思いをバクバクでかくしていきたいと思います。うん、って感じかな。いや、たいちゃんのコーナーすごかったね。ねえ、ちょっとボロ泣きしちゃって大洪水だったんですけど。ちーちゃん毎回大洪水してない？そう、たいちゃんのことになるとね、大洪水にしちゃうみたいで。どうなってんのって感じなんですけどね。いや、はい、でもすごくいいコーナーでした、うんうん、いいコーナーでした。マリアンヌは何かありますか、思い出残ってるものとか。いや、私はね、うん、やっぱキャストさんのトークかな。いや、すごかった。やっぱりね、なんかその作品への愛がさ、うんうん、すごく伝わるしさ、そう、ね、なんか収録してた時に、うん、あの渡部さんとかお会いできなかったので、すごく嬉しかったですね。確かに会うことができて、楽屋でも皆さんすごいね。ね。うん、なんか仲良しというか、うん、ワイワイガヤガヤしていて、ね、うん、いい雰囲気の、うん、作品はめちゃくちゃ辛いですけれども、うんうん、皆さんすごく話しかけてくださったりとか、ね、お話できてすごく嬉しかったです。嬉しかったです。写真もね、一緒に撮らせていただいて、そうそうそう、嬉しかった。あったかい雰囲気でしたね、うん、はい、うん、うんうん、あ、 207A 編成待ったなし、待ったなしですね。そして、うん、アニメは16話、16話、16話みんな見た？見たかな。まだね、放送期間的な放送のね、うん、あれでまだ見れてない方いるかもしれないですけど、どうですか？いや、今回はもうスミカの、うん、タケルちゃんへの思いが溢れすぎてて、もう私泣いてしまった。また泣いてる。そう、やばいと思って。いやね、実況の時もね、うん、あのシーンはね、うん、ちょっと泣いちゃうよね。本当に。あ、見ましたぜ。見ましたぜ、見ましたぜ。よかったよかった。やっぱ日記の絵をさ、うん、再現されてたじゃないですか。そうだね、あれちびキャラではなく、そう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 、等身大のね、スミカとタケルちゃんで、やっぱり2年前に120時間プレイした時に、私の推しはもうスミカ、うん、ずっとスミカだったから、うんうん、すっごい嬉しかった。嬉しかった。そう、スミカはいつ出てくるんだって思いながら見てたから、ね、やっと、やっとやっと2期になってね、いっぱい出てきてくれてますけど、楠木さんやばい、やばい、やばかったね。やばかったです、本当に。やばかったよ。ありがとう。もう本当ありがとうの気持ちが溢れちゃう。うん、ね、
やっぱり日記いいですね。いいですね、本当に嬉しい。毎回タイトル見るとさ、うん、あ、このシーンが見れるかもってワクワク楽しみになるよね。うん、またキーフレームカードとかでもこの日記の回とかもね出ると思うので楽しみだな。楽しみでございます ね、 聞きたいね。うん、はい。ということでですね、うん、今日はもう30分しかないぞ。そうだった、そうだった、今日忘れてたよ。30分しかないな。そう、この間ですね、はい、こちらの君が望む永遠を見つけルートをクリアしました。あ、完走しました。ありがとうございます。はい、いやもう、うん、幸せになってくれと、うん、思いましたよ今度は。はい、今度は。はい、今度思いました。ちょっとね、辛いところがいっぱいあったけど、うん、みつきちゃんルートでなんかすごい思い出に残ってることってありますか？思い出に残ってること、うん、なんかすごい私が今バッて出てきたのが、うん、やっぱりはるかちゃんの、うん、その背中を押すシーンというか、うん、たけるちゃんじゃなくて孝之くんね、うんうん、そうそう、切り替えていかなきゃ、ね、アニメの話してたからね。孝之くんに、うん、ね、もうさよならしようと、うん、告げるところが私はグッと来てしまって、うん、はるかちゃんの強さに、うん、涙ですよね、ほらまた涙、ずっと泣いてる。うん、泣かされてんだよ、ずっと。そう、モグラブに泣かされてます。ね、あそこかな。でもみつきちゃんもねすごく、うん、なんだろう、たけるちゃんじゃない、また出てきちゃった、高木くんね、うん、もう思ってやっぱり行動してて、うんうん、すごいなんか辛いこともあったりとか、うん、ね、みんなそれぞれ辛いことがあったけど、うん、結果的にはまあなんだろう、まあ、夢叶ったりとか、うんうん、まあ、幸せになったりとかして、ね、まあ、よかったなって思うけど、や、辛すぎませんっていうところが多かった。辛かったね。うん、その過程がすごく辛かったなっていう。うん、うん、泣きちいちゃん。泣きちいちゃんでした。うん、はい。マリアンヌはなんか思い出のシーン。私は、うん、もうみつきちゃんに共感共感の嵐だったので。前からずっと言ってるもんね。そうなんですよ。どっちかっていうとちいちゃんははるかちゃんに共感する部分が多かったと思うんですけど。うんうんうん、そのなんか、なんだろうな、思ってても言えないというか、うん、まあ、好きな人に対してなんかモヤモヤって思うことがあっても嫌われるかもしれないから言えないっていうシーンだったりとか、うんうん、もうずっとずっと我慢してる感じがなんか勉強になりました。勉強になりました。勉強になった。こういう思いをして、うん、みたいな。そう、なんかそこ共感しちゃダメだよみたいなところもさ、うん、ちいちゃんから言われたじゃない。あ、なんかお母さんというか、そういう風にしすぎるっていうさ、時には厳しくしなくちゃいけないですからね。そうそう、ちょっとみつきちゃん尽くしすぎじゃないって違和感感じてるところも、いや、これ普通じゃないのって思いながら見てたから、うん、ね、なんか、うん、そういうところがね共感してたので、うんうん、最終的には幸せになることができて、うん、私も報われたという思いがあります。よかった、本当に、はい、だってマリアンヌ美月だもんね。そうだったんだ、マリアンヌは美月だったんだ。そうだったんだ。なるほど。でもその結構いろんなタイトルやってきたじゃないですか、うんうんうん、その君の袖で17タイトル目くらいかな。そうだね、多分そうだと思う。だいぶね、やってきましたしね。一番共感してるかもしれない。お、みつきちゃんが。じゃあみつきなんだ。みつきだったんだ。じゃあみつきだったんだ。共感がすごかったですね。そっか、うん、共感するキャラクターね。うーん、またね、うん、そのこれからみんなと一緒にちょっと次どうするかっていうのを話し合っていきたいんですけれども、確かに、うん、その前に、うん、私たち行ってきた場所があるんですよ。あるんですよ。そうなんです。ちょっとそうなんです、画面を変えようかな。ちょっとツイッターで、はい、気づいてる方もいらっしゃるかと思いますが、はい、でれん、えい、こちらです。はい、ラブラブ君の園の聖地巡礼をしてきました。そうなんです。
やちょっと2つとも完走した後にね、そうそう拝んでまいりまして、できましたよ。はい、ここは桜木町ですね。そうですね、桜木町駅でございます、うん、平木町だったっけ。そうだね、の駅のモデルとなってる場所ということで、うんうん、はい、はい、でも面影が残ってるよね、この三角ゾーンみたいな。そうそうそう、ここでね、うん、待ち合わせして、でこちらでよいしょ事故に遭われたということで、はるかちゃんが、うん、ね、なかなかないよね、事故現場に行くって。そうだよね、怖い。ちょっとここの前で待ち合わせはね、怖かったから、怖かったから、ちょっと駅の方でね、中で待ち合わせしてました。ここで遅刻したら何も学んでないんかっていう確かにことにね、うん、あるからね。あ、奥に美月とはるかがね、本当に見えるようだよね。うんうん、うん、あ、そうだね、結構まあ綺麗に改装されてるから、街並みもだいぶね、ちょっと面影があるなっていう感じ、うん、なんとなく感じ取ってきました、うん、でもね、うん、桜木町駅の隣の店が、うん、マリアだったの。そうそうなのよね。そう、マリア、なんとかマリアみたいな感じの、そうそう、チョコレート屋さんだったかな、マリアンヌだと思って。そう、なんかちょっと不穏な空気を感じたよね何か起こるかもしれない。そうね、うん、あんまりね、良、うん、くないな印象がある場所ではあるからね。うんうん、そしてこちらにも行ってきました。はい、おいしょー。はーい。どこだかわかるかな？これは？こちらはですね、うん、あそこですよ。商店街。商店街、元町だっけ？どこだっけ？なんかそこら辺ですね。そうだね。うんうん、あの横浜の。山下公園付近のところですね。うんうん、はい、ちょっと面影が、ね、ちょっとなんとなくね、この下のポールとかは原作でもあったりとかして、うん、確かに、うん、ちょっとおしゃれ感がすごいけどね。そうだね、おしゃれになりました。そうそう、元町ですね。 ありがとうございます。元町、うんうん、うん、ここを歩いて中華街でご飯食べたね。美味しかった、うん、美味しかったです。うん、ぜひ皆さん行かれるときはぜひ中華とともに行ってみてはいかがでしょうか。はい、そしてなんといってもこちらでございます。はい、でー、うわー、もうここに行きたかったと言っても過言ではない。やっと、うん、やっと行けたよ。行けたよね、本当に。いや、ちょっとこれは感慨深いよね。もうここで何が いろんなことが起こってますから。そう、物語の中でももういろんな思い出が詰まりすぎてさ、うん、なんか私の中で結構強いのは、うん、ここの下につくよみさんが立ってるのがすごいエクストラだ。そう、どっちを選ぶのだ。そう、あ、やっぱね、うん、そこの衝撃がすごかったから。結構私はね、つくよみさんが見えた。つくよみさんが見えた私ははるかちゃんがこう木のところに待ってるやつがね、私は見えたね。うん、うん、マリアンヌとちいちゃんが不幸になるって。え、やめてやめてやめてちょっとちょっとそういう場所じゃないんだからここは清水ヶ丘公園、あれ、清水ヶ丘公園であってますかね。そうですね、はい、ここで告白すると不幸になる気はい、じゃあ告白はしないようにまあ、あえてするのもありなんじゃないかな、うん、いいかも、俺たちは戦っていくぜっていう気持ちをね、うん、あ、うん、今オルタのエンディングの背景にもね、うん、なってますね。確かに、そうだね。あ、そうそう、うん、ちょっと枯れてるか気になったの。あ、そうだよね、やっぱりこの秋とかっていうね時期だから葉っぱがね、そう、ハラハラと落ちてるかなと思ったんだけれど、やっぱ枯れてるのでいい思い出ないじゃん。そうだね、オルタの記憶がオルタの木って感じがなっちゃうからね、すごいするからね。でもすごい緑な感じで、ね、いや、存在感がすごかったもん、この木、うん、そう、周りにね他の木いっぱいわーってあったんですけど、そう、こいつが一番目立ってたこいつがそう、この木が一番、ね、目立ってましたけど、もういっぱいあるから、うんうん、
どれか分かるのかなって言ってたけど、ね、もう全然他の上にあるのはこの子でした、ぜひね皆さんもこちらに行ってみてください、はい、写真もね、はい、こんな感じで近くでも撮りまして、はい、めっちゃ景色良かったよね。良かった、高かったしね、ちょっと風が強かったからね、ちょっと寒かったりもするんでね、今の時期行く人はね暖かい格好してってほしいですね。11月になると一気に枯れるかも。あ、そうなんだ、うんうん、ちょうど良かったのかもね、一応この背景とかね、うん、あの別の場所とガッチャンコしてるっぽいんですけれども、うんうん、私結構そのまんまに見えた、うん、なんかね、うん、結構ね、うん、めっちゃ綺麗でした。うん、はい、そしてここにも行ってきました。はい、こちらです。こちらは山下公園ですね。はい、うん、ここでございます。はい、結構ここも出てきてたよね。うん、出てきてたね、ラブラブとかでもね。うんうん、大体ここに待ち合わせるみたいな。そう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 、ね、すごい船の音が鳴ってて港だっていう感じが。あ、2人ともいい顔してる。あ、やった。ちょっと楽しすぎたからな、ね、エンジョイしちゃった。めっちゃエンジョイした、うん、あ、この木実在してたの知らなかった。お、あ、本当？実在、モデルの木みたいですね、うんうん、ぜひぜひ、うんうん、はい、まあ、ここもね、いろんなところでアニメのね、聖地巡りされてる方もいると思うんですけれども、ね、いろいろ、うんうんうん、ここもぜひ行ってみてください。はい、はい、そしてこ次はこちらです。ここだい、えい、見てこれね、私頑張りました。もうね、マリアンヌはもうゲーム画面とにらめっこしてましたからね携帯出してカメラでこうやってこうやってやりながら、ここの画角だ、パチャッ。いや、これまんま、これまんまです、ゲーム画面と、うん、このね、近くでね、迷子のね、そう、男の子を助けるわけですけれども、メイヤとね、ねえ、うん、懐かしいよね、この場所もね。ねえ、本当にそう、そう、なんか行ってないのに、うん、懐かしいって思いになるんだよね見た見た、ここみたいな。そう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 、記憶に残ってるからね、うん、うんうん、だって、今にもさ、このテラスのとこでさ、はいはい、変なさ、あ、黒ずくめの3人衆みたいな、そうじゃない、ね、いるよ絶対ね、誰かやってほしいな、やってほしいよね、コスプレ、うん、コスプレやってほしい、ね、あ、50回転コースターかなってそう、うん、BGM 聞こえてきそう、ね、まんまでしたよ、本当に、うんうん、これも乗ってみたいね。え、乗りたいよ、私めちゃくちゃジェットコースター好きだから、ちょっとみんなを連れて乗り回したい。意外だ。50回行きましょう。50回はちょっと50回行こう、みんなちょっと嫌だな、それはダメか、ちょっと私、よっちゃん、あ、よっちゃん、マリアのよっちゃん、それは大変だな、うん、そう、だからちーちゃんとね、乗りたい人たちだけでマリアのとお留守番組もね、うん、あるかもしれない、はい、うん、乗りたいですね。お留守番は観覧車乗りましょう。あ、いいな、観覧車。私は逆に、ね、あの、透明の観覧車乗りたい。あるね。そう、1個ね、1個だったかな、3個くらい透明だったの、下がスケスケの。いや、すごいよね、あれ気になる。そう、うん、あれ乗りたいんで、みんなを引き連れて乗りましょう。はい、うん、タケルたちがいれば完璧ではね。確かにそうだね。コスプレの撮影とかはね、なかなか難しいんじゃないかな。そっか、撮ってる人見たことない。確かに、許可とかがね、必要だから、うん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 、そしてお次が、はい、私が結構好きだったところ、いきますよ、えい、こちらです。ででん、みんなわかるかな、わかるかな、こちらでございます。これはみつきちゃんのデートをストーカーしたところねえとか、ワンちゃん、ワンちゃんどこかな、ここじゃないかな、なんかね、ちょっとね、なんだろう、風景ちょっと変わってるんだよね、うん、なんか橋がね、そう、橋ができてたの、そうそう、なんか前はなかったっぽいんだけど、うん、ね、なんかつなぐ橋ができてて、うん、ちょっと進化、進化私結構ここリアルを感じた、うん、ね、なんかね、すっごいところにあるの、ここびっくりしたよね、結構探したよねそう、あのね、
なんて説明したらいいんだろうな、すごいひっそりとした奥まった場所にあって、うん、必死で探したんです、うん、みんなでえここ違うなっつってそうぐるぐる回ってそう、なんかその奥まった場所でそのひっそりとデートをしてた感がすごいリアルだなと思って、うん、いいね。そう、人もね全然いなくって、だけど景色も綺麗だし、おうおう、あのもう目の前にねこの海側をこうやって見るとあのコスモワールドの観覧車とかもすごい綺麗に見えてて、ね、すごい良かったですこの場所。景色もいいところでした。うん、先週あかねが姉さんのところに戻ってくれ、そうそうそこですよ、そうここであかねちゃんと話したの。そうだ、いやでもそういう話もできるところだったね、ひっそりしてたから全然、うん、通行人とかいないからさ。そうだね、なんかね、ここだと思ったね。デートスポットって感じがすごいする。ひっそりと、うん、いい場所です。いい場所です、うん。ぜひ探してみてください。はい。はい。ということで、そんな感じでね、うん、君の像の聖地巡礼をしてきました。はい、してきました。はい。楽しかったね。楽しかった。はい。ということで、うん。なんかいろいろ振り返ってたらあと15分、うん、なっちゃったね。15分なんですけれども、うん、こっからです。こっから本題ですよ。こっから本題です。次のルートというか次どの子に行くかみんなとブリーフィングをしなければならない。そうなんです、そうなんですよ。え、私の希望言っていいですか？え、私も希望ある。あ、本当？せーので言う、せーので言う、いいですよ。せーので言うか。うん。せーの、ほむらさん。やっぱりそうだよね。いや、そうだよね。うん。どうかな、みんなこのこれを聞いてどう思いますかみたいな。どうですか。え、みんなどうだ、どう？あ、でも緑髪ルートを言ってる。緑髪ルート。ねえ、やっぱほむらさん気になっちゃうんだよな、どうしても。そうなのよ。あかねちゃんでは。あのね。あかねちゃんとはるかちゃんはまだ心がいけない。そうだよね、みつきだったからね。そう、すぐなんかなんか乗り換えるじゃないけどなんかね、そういう感覚になっちゃうよね。なんかまだね、整ってない感じがして、うん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 、じゃあ癒しのほむらさん、癒しの、そう、悪魔、癒しそうじゃん、ね、そうだね。緑の悪魔だっけ、なんだっけ、みんな言ってるやつ、うん、なんかみんなが言うにはあんま癒しじゃなさそうだけど、それも含めて気になるし。そう、そう、でも一番なんか心をさ、うん、癒してくれそうな感じするよね。うん、え、何、妄想事故にならないかな。どういうこと。え、そんなになんか大変大丈夫かな。ハードハードルが高い。でもいいんじゃないでしょうか。みんな結構やったぜとかさ、いいと思うとかさ言ってくれてる人やるねとか。意外だったのかな。ちなみにちえちゃんはもう一人悩んでたんだよね。そう、あのほむらさんか、うん、ちょっと天川さんが気になってて、私天川さんね、どんなルートなのかが想像つかなくて。いや、そっちの方がね、ちょっと私危険臭がする。危険臭する、本当。うん、だからちょっとどうしようと思ってほむらさんにしたいなって思ったんだけど。うんうん、え、天川さんって成人してるよね。働いてるってことは成人してますもんね。そうだよね。ちょっとなんか、うん、美女が危ない気がする。ちょっとあれみたいな、小学生っぽい。そうからね、マナマナルートね。え、マナマナルートと、え、2種類ある、学びルートの2種類ある。そう、え、どういうこと。え、これから分かっていくのかな。かな。まあでも全部言うね、行きたいよね、うん、全部やりたい気持ち、うん、とても全部行きたい、うん、やっぱスカテンもね行きたいしね、うん、ね、シンジも行きたいしね。シンジルートあるんですか。シンジも行きたい気持ちだよ。すごく行きたいです。行きたいよ。ねえ、シンジ君知りたいんだけど。私は病みました。え？
緑、緑の新たな世界に目覚めるかもしれない。そういう次元なんですね。でも私は結構好きですよ、新たな世界という音が。おマリアンヌ、うん、何事にも目覚めたい、自分の知らないことを知りたい。いいですね、うん、うんうん。あ、ほう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 、そっか、確かに高卒なら未成年で働いてる。確かにこっからが地獄だぞ。あ、でも結構なんかハードっぽいね。ね、病院組とスカテン組、うん、病院組スカテン組行ってからの、うん、あかねちゃん、はるかかな、うん、やっぱ最後ははるかかな。はるか、はるかがいいな。行きたいという感じがしますね。うん、うん、します。あ、君の像は、うんうん、初見ゆえに分からんが、正直予想もつかぬ。そう、予想全然つかないね。うん、どういうルートなんだろう。はるかちゃんはね、なんとなく、そう、なんかね、みつきと対比って感じだから、うん、っていうかさ、そのうん、オルタの時から気になってたじゃん。うん、オルタの結構もう2年くらい前から、うん、この緑はやばいっていうみんなに言われてきたからね。そう、なんか看護婦さんか、うん、その救助してくれるね方にね、ホムラちゃんがね、オルタの時からいて、ね、みんなガクブルしてて、うん、だからその時から気になってたからね、うん、早くやりたいっていう気持ちは結構ねずっとあったよね。あった、うん、楽しみ、うん。ちーちゃん耐えられるかなって書いてある。ちーちゃん耐えられる？大丈夫だよ。大丈夫ですよ、今度は心強いですからね、意外と。そうそうですからね、今度ちゃん心強いもんね。そう、意外と強いですから。そう、気にしないもんね。そう、いい意味で気にしない。そうそう、どっちかっていうと私の方がダメージを受けやすいから、ちょっとどうかな、大丈夫かな。じゃあもう穂村さんルート行くつもりで進めちゃっていいですかね、皆さん。いいかな、どうでしょう。お、いいかな、いいかな、きっと、うん、言ってくれると。最後に回すよりは先にやった方がいい、ね、なんか厄介だから先にみたいな。ルート案内あるのって言われてますね。あ、でもルート案内はあるんじゃないかな、うん、ね、きっと、うん、ね、うんうん、やればわかるさ。あ、いいとも言ってくれてる。ありがとうございます。じゃあ次回からは、うん、村ちゃんルートで、はい、決定いたしました。あ、ドキドキ。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、うん、次回から村ちゃんルートね、はい、うん、やっていきたいと思います。毎回その別ルート行くときはね、うん、選択肢、うん、とかもちょっとね見ながら入っていきたいと思います。はい、はい、結構シュワルチェスマーケンでね、何回も同じ時をループするという失敗をやりましたからね、私たち失敗をね犯してるんであれってなりました。2時間丸々無駄にするっていうのがねあるのでね、今回はどうでしょうか。はい、うん、多分、うん、その既読スキップとかもあんまりなさそうではあるよ ね、 そうだね、全然違う人だからね、うんうん、確かにそうだね、うん、頑張ってください。頑張ります、頑張ります、頑張ります、はい、頑張ります。うんうん、君の図配信で緑やってた人いるかな、なんか見たことないかもしれない。あ、そうなんだね、うん、うんうん、もう最近いろんな方がやられてそうだよ、ね、いいじゃないですか、マグラブのね、すごいね、ありがたいね、うん、嬉しいね、うんうん、ちょっと先駆けて、うん、ホムラちゃんのルートをやっていきたいと思います。はい、頑張ります。はい、ということで、うん、もう終わりのお時間となりました。今日は早いなコンパクトな、ね、ブリーフィングだったね。そうだね、うん、はい、ということでちょっとお知らせをね、はい、していきましょうか。はい、じゃこちらでございます。はい、はい、まずはこちらです。うん、マブラブシリーズスチームセールが明日までとなっております。明日まで、はい、イベ
ント開催記念&アニメ第2期放送記念セールでマブラブシリーズが最大 50% オフになっております。はい、土曜日の2時までとなりますので、まだの方はお早めにお買い求めください。はい、はい、そしてこちらです。こちらでございます。非売品アニメグッズが当たるフォロー&リツイートキャンペーンがスタートしております。はい、はい、こちらですね、ポストカードとマブラブ学習帳が抽選で当たります。うん、こちらですね、マブラブ公式アカウント、ツイッターですね、はい、マブラブオフィシャルをフォローしていただいて、該当のツイートをリツイートしてください。こちら応募期間は10月28日金曜日23時59分までとなっております。はい、はい、結構ね、うん、ポストカード25名様、学習帳5名様ですね、うん、はい、みんな学習帳はゲットしたのかな。あ、そうだね、うん、店舗に行くとね、そう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 、ね、そう、フリーのね雑誌ですからね、欲しい欲しい、ぜひ、うん、アニメイトさんですね。そうですね、うん、対象店舗あるので気をつけてください。はい、確認してから、こちら探してみてください。うんうん、あ、もらってきたわって、素晴らしい、おお、いいですね、いいですね、ちょっとメモのところがね、うんうん、すごい何書こうかなってで、見開き1ページのメモ帳ですね。そうそう、緊張しちゃうよね、うん、あ、ゲットしてる方たくさんいますね、うんうん、いいね、いいね、はい、ということでこちら、うん、リツイートキャンペーンもやってますので、まだだよっていう方はぜひリツイートしてみてください。はい、そして私からのお知らせでございます、うん、はい、こちらですね、でれーん、はい、はい、M3 秋2022に、参加させていただきます。はい、これは昨日私がせっせと作った、うん、素晴らしい、お品書きでございます。すごい割り合うのすごいのかな。うそう、 M3 って知ってますか。音楽即売会みたいな感じですよね。そう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 、まあなんかちょっとコミケっぽい感じをイメージしていただければと思うんですけれども、うんうん、まあ日本の同人イベントということで、はい、今回ですね、私シングルを出させていただきました。初めてなの。わあ、そう、黎明ダウンという曲でございます。うん、今ね映ってるあのジャケ写だったりとか、うん、ブロマイドとかもちょっとデザインをしても私がしまして、すごい、そうなんですよ、タイトルのロゴとかも自分でデザインして、うんうん、なんかこういうイメージの曲だったらこういう写真がいいんじゃないかなっていうことをカメラマンさんにお伝えして、本当に素晴らしく撮っていただきました。あ、本当にそこでしか買えないのかなという質問が来ておりますよ。ちなみにですね、こちらの、はい、ブロマイドは、ここでしか買えないです。あ、なんですけれども、うん、通販も予定しておりますので、また随時お知らせしたいと思います。あ、そうです、はい、よかったよかった。ちょっとね、うん、すごくおしゃれな、うん、大人な曲になっておりまして、はい、はい、私がね、なんだろうな、ちょっと悩んでる人とかに、うん、その寄り添えるような優しい曲になっているので、ぜひ聴いていただけるととっても嬉しいです。ぜひ、はい、はい、こちらですね、はい、こちら、ちなみに実物がございます。はい、でれん、いや本当にわー、おしゃれなんですよこれね、レタッチとかも自分でしたのよ。すごいよね、本当に職人マリアンヌですよ。でね、ブックレットも自分でデザインしたの。いや、何から何まですごいなこのね、後ろにね、お花があるんだけど、そのお花も綺麗。そう、中身はね、こんな感じでお花も持ってるんですけど、うん、このお花ね、お母さんに作ってもらったのマリアンヌママがそう、だからね、お母さんの名前も載ってるの、ここにお母さんってそう、なんせね、うちの家は花屋なんで。あ、そうだ、そうなんですよね、すごい。そう、CD とかもね、そのお母さんの花が、うわー、すごい、めっちゃ可愛い感じに仕上がっております。素晴らしい。ぜひ、初めてのシングル手に取っていただけると嬉しいです。ぜひ M3 ね、足運んでください。はい、マリアンヌ業者の方ですか。いや本当にクオリティが高くて
びっくりしちゃいました。マリアの家族すごくね。いやすごいよね本当に。お母さんね結構ね、うん、なんか雑誌とかテレビにも出てて、お母さんお母さんすごい。なんか今度テレビ出てるよって言ったんでね、なんか流れたらみんなにも言うね。お母さん出てたよってぜひねこちらのシングルよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして今度からですね、うん、はい、お知らせなんですけど、うん、イロナスですね、20時、今日の20時に、新しい動画が投稿されましたよ、うん、ということでぜひぜひ見てください。そして、うん、日曜日、30日ですね、うん、の10時に第6話ウェブアニメ、イロナスの第6話が公開されますので、うん、こちらもぜひよろしくお願いします。第6話まで来た。そう、半分、半分くらい来たんですね。早い。ちなみに見どころとかって聞けるんですか？見どころ6話の、うんうん、6話なんだっけな。6話、5話でもいいよ。どんな感じで進んでるの？ね、5話はその、まあ、ルーシーとミカちゃんが仲良くしてるんだけど、うん、その前にミカちゃんと仲良くしてたかなでちゃんっていう子がね、いて、その子がちょっと焼き餅を焼きまして、ちょっといたずらしちゃうんですよミカちゃんに。でまあその中でルーシーがそのなんか怒って、何してんのよって怒って、まあその女の子がいろいろ怒っちゃうっていう。なるほどね。はい、あ、でもイロナス見てるっていう。あ、ありがとうございます。罰ゲームあるんですか？あ、そうです。明日罰ゲームなの？そして明日ね、そう、土曜日29日なんですけど、うん、生配信があるんですよ。おうおうおう。そう、イロナスの生配信が20時からあります。おうおう、うん、で、明日、罰ゲームがあるんです。なんかちーちゃん罰ゲームめっちゃやってない？そう、イロナスでね、めちゃくちゃ罰ゲームやってる。違う、スキルブリーディングの時からだよ。あ、そっか。そうだよ。そうかも。2年前からずっと罰ゲームしてるよ。なんか、なんだろうな、罰ゲーム体質なのかな、なんだろう。もうみんなやっぱ罰ゲームに慣れてるからさ、もうぬるい罰ゲームはなしよっていう。どうなんだろうな、ちょっと私もね、罰ゲームね、聞かされてないのでね、ちょっと当日。あ、聞かされてないんだ。明日行って、ちょっと本当にライブなんだね。そうそうです、うんうん。ぜひね、明日もよろしくお願いします。20時からです。はい。よろしくお願いします。罰ゲーム見たい方はぜひ。よろしくお願いします。ということで、はい、今日は以上ですかね。はい。はい。次のルートも決まりましたし、うん、はい、次回からは、大村ちゃん。ずっと気になっていた緑のあの子をね、はい、落としたいと思います。そうですね。はい。ります。ということで、今日も、決まりが望む。もう一回お願いします。せーの、マリが望む遅延、ありがとうございました。まったらー。